は昨日に引き続き綱引き対決ですけど、なんと今日は相手はフォークリフト。プラスメイビー。プラスメイビー、メイビー登場、メイビー登場。メイビーがフォークリフトでなんと16人やっつけちゃう。十分です。20人でも。あ、20人でも30人でも OK。ね、35トン。あ、3トン半か。3トン半です。3トン半で。はい、人間ちょっとね、今並んでると思いますけど、こんな感じで、ね、雰囲気。まあ、まずは8人から挑戦です。まずは8人から。まず8人、準備お願いします。まず8体、8人引き体、3.5トン。よーい、スタート。無理やよ。ちょっと動いてる、動いてる。うわー、ゆっくり踏んだ、これ動かん、全然動かん。あ、全然余裕ない。やるよ、もうどんどん振るよ。いや無理だね、やっぱ。みんないける？いける、いける。あ、結構本気だね、結構本気だね。勝てよ、人間。飛び職なめんじゃねえっていうとこ見せてよ。10対1です。楽勝ですか？楽勝ですね。楽勝ですか？楽勝ですね。うわ、絵がすごいわ、もう絵がすごい、絵がすごい。やばいね、いいですか？筋肉番付の16人の職人たちがフォークリフト 3.5 トンに挑戦。よーい、勝ったね。すごいな。結構ふのったでしょ。まず最後全開だった。全開ですね。はい。そう。はい、ジェイス。ジェイス。勝ったね、人間。そうですね。人間16人。やっぱ飛び職すごいな。だってベイビー。はい。ホグルート3トン半。結構目いっぱい踏んだでしょ。目いっぱい踏みましたね。だよね、結構本当にやるんじゃない。尋常じゃないよね、やっぱ。うわー、飛び職やべえな。余裕？余裕ですね。そう、もちろん全然。だけどレジェンド俺結構前だと思って見えたけど、顔がボーって出ましたね。人殺すんじゃねえか。まあまあ本気だったもん。みんな結構マジでしたね。まあまあマジだったよね、みんな。楽しかったね、でもね、これね。16人の職人勝ち。どう？これもう持って帰れるか。面白かったね。面白かった。面白かったね。そう。ベトナムないです。ベトナムないですよ。じゃあもう日本でもないもん。海外のことばかり。いつ今日はどうですか？いや、楽しかったですね。楽しかった？初なんですけど YouTube。ね、うん。盛り上がったですね。最後も喜んだね。はい。今日ありがとうございます。本当遅くまで。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。いや今日ね。ありがとうございます。いや今日は遅くなりましたけど、人間は。フォークリフトに勝てるでした。また見てね。Yeah.